中国海峡協会は中華民国のイスラーム組織。台湾で最大のイスラーム組織であり、台北青神寺など台湾のモスクの多くを運営している。海峡はイスラム教の意。日中戦争中の1938年、以前から日本が進めていたムスリム海獣政策に対抗して中華民国の当時の首都であった観光にて国民党の軍人であるシロ。 高敷を中心として、ムスリムの全国組織を作るために設立された。1949年、日中戦争終結後に始まった国境内戦で中国共産党に敗れ、台湾へ撤退することになった国民党と共に台湾へ渡り、1958年にまた返した。その後は、イスラーム諸国との関係発展を目指す台湾政府の支援を受けながら、 ムスリムの地位を向上させるための活動を行い、公的機関と連携しながら、ハラール認証や、ムスリムフレンドリー化などを進めている。中国海峡協会の会員数は1997年の時点で7000人余りである。現在、台湾には約30万人のムスリムが在住しているが、これらの多くは、出稼ぎ労働者で、多くは海峡協会には加入していないため、 会員数は台湾の定住ムスリムの数とほぼ一致している。中国海峡協会はイスラーム諸国との関係を重視してイスラームを尊重する姿勢を示している。台湾政府からの支援を受けており、ムスリムの義務の一つである真っ赤巡礼には政府から補助金が出されている。協会の運営資金は主にムスリムによる募金から賄われているが、 地方自治体や政府からの助成金も資金源の一つとなっている。また、サウジアラビアの真っ赤に拠点を置く、国際 NGO のムスリム世界連盟からの支援も受けている。新末から中華民国初期、アホンと呼ばれるイスラーム宗教指導者などのムスリム、知識人たちは、西アジアを訪れて、新鮮なイスラーム知識を学び、真っ赤への巡礼を行うようになっていった。 本場のイスラームに触れた彼らは中国イスラームの改革の必要性を感じ、1912年、アホンである王光年が北京で中国海峡共進会を発起した。共進会は各地のムスリム代表者や資産家の支持を受け全国に支部を混流し、徐々にではあるが全国規模の組織になろうとしていた。しかし、国民政府は1936年、 北京政府時代に断基図に除く下だった海賊の馬良らが創設を画策した中華海峡公会を公認。同年、友新会は国民政府の方針に従った北京市によって解散させられた。しかしながら、その中華海峡公会も馬良の個人的野心を嫌うムスリム知識人層の反発を招いてすぐに立ち消えた。その結果、日中戦争直前、 中国には全国規模のイスラーム組織は存在しなかった。しかし、以前から中国への進出を進めていた日本は、当時5000万人いたというムスリムや、海賊の戦略的価値にいち早く目をつけており、満州事変後の1933年3月に、内蒙古の海峡工作のため、前輪協会の前身である日満協会を東京で1934年に、 満州威嚇、乱協会を満州で設立し、次に内蒙古に西北海峡総連合会を設立した。日中戦争勃発後の1938年2月、北京の牛街精神寺にて中国海峡総連合会を設立し、顧問としてイスラーム学者の三田良一を任命した。また、各地に海民小学校や、 ムスリムの貿易省を宿泊させるための海民会館を作り、地元のイスラーム指導者や有力者をそれらの施設に起用した。そして、1939年6月22日、東亜経済調査局の所長であった、大川周明は、シナ海民諸君に次ぐという一文を発表し、その中で過去において各輝かしい越歴を持つシナ海民は、今や、 再び決起戦としつつあるのであると述べた。初代理事長の白、高敷満州事変以来、イスラームに限らず様々な宗教において、日本への交戦の動きが見られたが、日中戦争勃発によってその流れは加速され、宗教を核に団結して、日本に立ち向かうという機運が高まった。かねてより全国規模のイスラーム組織の設立を目指していた王政裁は、 トキコ州とともに1938年1月、帝州で中国海民抗日休国協会を発足させ、1月10日には設立宣言と収支を含んだ中国海民休国協会宣言を発布した。抗日協会は同年2月、観光で行われていた国際反侵略運動大会中国文化の反侵略運動宣伝週間で全国のムスリムを代表して、 侵略活動への反対を表明した。また、それに触発された地元のムスリムが、モスクで反侵略大会を挙行し、全国からムスリムの代表など来賓1000人が参加した。その中には、国民党中央宣伝部部長の小力子など、政府要人の姿もあった。また、同年4月に、観光で、 抗日戦争に参加すべく、ムスリムによる観光市会民戦地副務団が組織された。これは、同年8月に中国海面青年戦地副務団に改組され、迫りくる日本軍を前にして、全国でムスリムの団結が進んだ。1938年4月、ムスリムであり、国民政府の軍事副参謀総長であったシロ、高敷が観光に滞在している折に、 反侵略大会の来賓として集まった全国のイスラーム指導者たちと全国規模の組織の設立について協議し、抗日協会を拡大して中国のムスリムの中心組織にすることを決定した。同年5月に観光で成立大会を開き、白、高敷を理事長、時古修と東華さんを副理事長とする中国海民、旧国協会が発足した。 全国組織を目指す海民旧国協会が観光で発足したものの当時の観光には国一国と日本軍が迫っていたため陥落間近の同年8月海民旧国協会は国民政府とともに重慶へ移り1939年7月に第1回全国会員代表大会を開催した大会では協会の改装を行いまた名称を 中国海峡救国協会に改めた。このようにして国民政府唯一の公認イスラーム組織が誕生した彼らの目的は国民政府と共同で日本軍に抗戦し、その中で宗教的活動を行うことだった。戦時下における収支は国民政府を擁護すること、三民主義に適応した行動を促進していくこと、抗戦建国に協力することであり、 1939年、理事長の白、タカシキは、全職員への訓話の中で、教会は、旧国と救い教の組織だと強調し、ムスリムに対して、日本への抗戦を訴えた。教会の改則においても、その活動は、宗教の宣伝、ムスリムの組織化、訓練、抗戦参加への宣伝、ムスリム教育の推進と援助などと規定されていた。 戦時下での具体的な活動としては、中国のモスクやイスラーム学校、ムスリムを対象とした調査、機関紙など出版物の発行や学術講演会の、虚構といった国内での宣伝、モスクの管理やクルアンの中国語訳といった、教務、農場や工場の建設といった、生産活動などが挙げられる。また、イスラームを侮辱する本の取り締まりの要請、被災したムスリムの救済、 イスラーム学校の設立などムスリムの地位を向上させる活動もいった。これらの中でも特に調査事業は海峡旧国協会が全国組織として活動する上での基礎となった。また、エジプト留学団の結成、中馬文化協会や注意文化協会準備組織の設立を行い、マッカ巡礼団の派遣などの国際交流は、 中華民国と他のイスラーム諸国との関係を保つ助けとなった。また、日中戦争下においても各地の支部ではイスラームの祭りが取り行われていた。ラマダン明けには日中戦争勝利への祈祷と同胞への追悼が行われ、1944年に重慶で行われた犠牲祭にはイラン公使やその秘書、トルコ大使館の秘書といったイスラーム諸国の施設も参加した。 協会は当時盛んになった憲法論議にも目を向けた。1940年1月11日の常務理事会において、県政研究会を組織し、ムスリムを指導して選挙の運用を補助することが提案された。機関紙である中国海峡旧国協会会館においても、県政問題の記事が増え、1936年に、 国民政府が交付した中華民国憲法草案、いわゆる55草案を掲載し、ムスリムの立場から慎重な審査を加える必要があることを示した。1942年に2回目の全体会員代表大会が開かれ、名称を現在まで使用されている中国海峡協会に改めた。1945年8月、日本の敗戦によって第二次世界大戦。 並びに、日中戦争が終結した。国民政府が首都を重慶から南京に戻すのに、従って中国海峡協会は、本部の所在地は、国民政府の首都とするという改則に従って、南京にその本部を移した。1945年に、日本から中国への台湾が返還された後、協会の南京支部は、抗日協会の設立者である王政、王聖裁。 ムスリムでありイスラーム学者の上司春らと接触し、1947年12月23日に、教会の台湾支部準備委員会を設立した。しかし、1946年に勃発した国民政府と中国共産党との国境内戦において、国民政府軍は共産党軍に敗北を重ね、台湾への撤退を余儀なくされた。創設から、 国民政府の擁護を掲げ、理事長である白、高敷をはじめ上層部に国民党の関係者が多かった中国海峡協会は1949年に国民政府とともに台湾へ移ることとなった。このように中国海峡愚心会の後を受けて1938年に発足した協会は10年以上の長きにわたり中国大陸に存続し、 およそ全土に21カ所の分解、291カ所の司会を持つ、最も影響力のある、全国規模のイスラーム組織であった。もともと、台湾とイスラームの関係は深いものではなかった。台湾へ最初に定着したムスリムは、民末の時代、聖聖公らが台湾を拠点に清しと争った際に、現在の福建省から渡ってきた海賊とされている。の敗北後、 台湾は、真の統治下に置かれたが、日清戦争によって、日本の統治下に置かれることとなり、日本統治下においては、中国本土と台湾の交流は断たれ、台湾のムスリムは、台湾の伝統的な文化や風習の中に埋没していった。1949年4月、中国海峡協会は、国民政府と共に台湾へ移転した。上層部や知識人、 国民政府の役人や兵士など約2万人のムスリムが台湾へ移ったが一般構成員の大部分は中国大陸へ残った。移転後しばらくは人員不足と経済状況の困難から活動停止を余儀なくされた。しかし国民政府の支援もあって1952年には出版物の観光を再開し、1958年には正式にまた返した。 台北モスク内の中国海峡協会事務室当初、台湾に移ったムスリムは中古の日本式家屋などを礼拝所に用いていたが、ムスリムが増えるに従って、モスクの必要性が生じた。しかし中国海峡協会の財政状況は芳しく、なく中古の日本家屋をモスクとするのがやっとだった。理事長の白、高キは政府にモスク建設を訴え、 当時の外交部長であった商工長の支援を得て1949年12月12日に台北精神事建設委員会が設立された。台湾政府はイスラーム世界とより深い関係を築くためにモスク建設を強力に支援し、外交部からは建設資金600万円が与えられた。協会は1958年に台北市の土地を購入し、彼らの活動拠点となる。 台北精神寺の建設に取り掛かった。地元のムスリムの寄付のほか、ヨルダンやイランからの資金援助、外交部を介した台湾銀行からの融資もあり、1960年4月に台北精神寺が完成し、教会の本部を精神寺内に置いた。その資金援助の内訳としては、ヨルダンとイランから15万ドル、台湾銀行から10万ドルである。また、 台湾に移り住んだ海賊の故郷である、寧夏海賊自治区からも寄付があった。精神寺の完成記念式典では、国民政府の副総統である陳世が式辞を述べ、日本やオーストラリア、タイ、マレーシアなどの政治指導者や宗教指導者が招待された。台北モスクには、その後、イランのシャーである、モハンマドレザ・パフラビーやヨルダン国王フ不正ン一世 ニジェールの元大統領アマニディオリ、そしてサウジアラビアの国王ファイサルニセイなどイスラーム諸国の元首らが訪れた。1990年、中国海峡協会が台北モスクの建設のために購入した土地の下所有者が土地の所有権を求め訴訟を起こした。裁判では、協会側が全面勝訴したが、元所有者の死後、 陶器京の地権者であった彼の子供たちが土地をセメント会社に売却。1997年に名義の変更手続きが完了し、そのセメント会社が台北精神寺に立ち退きを要求する事件が起きた。1999年に劉文優良国会議員、外交部の西アジア局長、内政部の史跡課長らが集まって立法院で開かれた校長会。 精神寺的未来において、教会は、モスク取り壊しの中止を陳情した。教会並びに、台湾のムスリムの主張はそのまま台湾メディアによって、代弁され、同1999年3月29日、台北精神寺は、地区わずか30年ながら、台北市の文化財である、地球戸籍に認定され、取り壊しを免れた。現在、中国海峡教会は、 国際交流をより活発化させている。2004年には台北で世界イスラーム連盟と国立政治大学共催の国際イスラームシンポジウムが開催され、世界各国から多くのウラマーや政府要人が訪れた。2015年にトルコのイスタンブルで開かれた第1回アジア太平洋諸国イスラムリーダー会議において、教会は台湾代表として 理事長の長アキラシュンラを送った。長は、基調講演において、ハラール認証などの台湾のムスリムフレンドリーをアピールし、一方で新たなモスク混流について支援を求めた。2020年、協会は、レバノンの NGO であるアーダと協力して、レバノンのベッカーやアッカールの難民キャンプで生活しているシリア難民に、食料や子供服などの支援を行った。 中国海峡協会は、主にモスクの運営やイスラーム文化の広報、ムスリムの権利向上、ムスリムフレンドリーを進めている台湾政府や地方自治体と協力した活動を行っている。他にも、すでに信仰を失っている元海民に対する信仰回復活動や、前述の機関紙の中国海峡の発行、放送活動を行っている。台北精神寺にある 海峡協会と文化教育基金会の看板中国海峡協会は国内のムスリムの育成に力を注いでおり内政部外交部の支援を受けて1976年に設立された中国海峡文化教育基金会を介してムスリムへの奨学金イスラームに関する講義を行いまた台湾内の他のイスラーム組織の人員不足を補うためのボランティアも行っている 教会はまた宗教協議研究委員会を設立し、イスラームにまつわる書籍や文献をまとめ、アラビア語の資料を中国語に翻訳している。それらの資料は、ムスリムのイスラーム知識を向上させるために、無料で公開されている。教会は1954年から、毎年欠か,かさず真っ赤巡礼団を送っており、ムスリムによる台湾のアピールに期待を寄せている政府は、 これを一定人数枠内で援助している。2009年の巡礼団は帰国後に馬英九総統と会見を行った。また2019年の巡礼団は蔡英文総統と面会した。蔡は総統府を訪れた真っ赤巡礼団に対しムスリムフレンドリーな環境づくりイスラーム世界との協力を継続することを語った。台北精神寺が発行しているハラールステッカー。 中国海峡協会の主な活動の一つに、ムスリムが食べても良い食材や、調理法を用いた料理であるハラールの認証がある。台湾政府が本格的にムスリム産業に力を入れる以前、1990年代からハラール認証において、中心的な役割を果たしていたのは、中国海峡協会などが運営するモスクで、その中でも台中精神寺は2007年に、 台北精神寺は2010年にそれぞれ独自にマレーシア政府のハラール認証機関であるマレーシアイスラム開発局からハラール認証機関として公認を受けた。台湾政府は現在アセアニや南インドとの関係を発達させる新南向かい政策においてインドネシアやマレーシアといったイスラム諸国でのムスリム市場の開拓を本格化させており、 これに伴って多くのハラール認証機関が設立された。その中の一つに中国海峡青年会によって台北文化精神寺に設立された台湾ハラール産業品質保障推進協会があり、これはマレーシアのイスラム教評議会やインドネシアのウラマー、評議会、アラブ首長国連邦の環境推理省などから公認されている。中国海峡協会は 2012年に T だと協議を行い、台湾内のハラール認証を担当することになった。中国海峡協会は、台湾政府の交通部観光局と協力して、さらなるハラール認証を推し進めた。これにより、2011年には15しかなかった認証取得済みレストランは100を超え、2013年12月には5つ。 星ホテルのランディスホテルやリージェント台北が認証を取得した。協会によると認証取得メーカーが2016年現在で356社、認証取得レストランが2020年現在で285件ある。中国海峡協会のハラール認証の特徴は、事業者がムスリムか非ムスリムかに焦点を当てていることである。事業者がムスリムである場合は、 ムスリムレストラン認証が非ムスリムである場合はムスリムフレンドリー認証がなされる。なお、この二つは名称は違いど取得要件などは基本的に同じものである。また、2014年からはこの二つに加え宿泊施設にあるレストランを対象としたムスリムフレンドリー観光認証、インドネシア人経営者を対象としたムスリムスナックショップ認証、飛行機内の機内食や 弁当などを作る集中調理施設を対象としたハラールキッチン認証が追加された。なお、事業者によってはこれらのハラール認証を複数取得している。台湾東園国際空港の礼拝出前術の通り、台湾政府はイスラーム諸国を重視した政策を行っており、そうした国からやってくるムスリム移民や観光客へ配慮したムスリムフレンドリー化を進めている。その中で、 中国海峡協会は政府や台湾観光協会と連携し観光事業者へセミナーを開いたり指導を行うことでそれに協力している。また、駅や公共施設への礼拝所の設置を政府と共同で行っている。また、中国海峡協会は台北市にある国立台湾科技大学のムスリム学生団体と協力してハラル台湾というアプリの提供を開始した。 このアプリでは、ムスリム観光客のために、ホテルやモスク、レストランなどの情報を提供する。高尾市三民区の高尾海峡公募中国海峡、協会は、高尾市が打ち出した、高尾海峡公募の移転と公演化に、反対の意思を表明した。協議を行った結果、2014年、協会は、墓地と公演の併用に同意したが、最終的には、 墓地が移転されることに決定した。高尾市は、ムスリムだけが、ムスリムの墓を扱うことができるというイスラームの教義を尊重し、また、高尾市内のムスリムコミュニティに向けて、校長会を行った。2017年、高尾市の葬儀管理事務所は、イスラーム教国であるマレーシアを訪問して、イスラームの葬儀について学ぶなどムスリムへの配慮を示したが、教会は、 高雄市の動きが墓地移転の先例となることに懸念を示した。移転は2017年10月に開始され、2018年8月に完了した。台湾の有力なイスラーム組織として、1949年に中国の甲州で設立された中国海民青年藩共建国大同盟に始まる中国海峡青年会がある。海峡協会と海峡青年会はしばし、 衝突しており、1971年のサウジアラビア国王ファイサル2世の来訪時には、海峡協会が参加した、接待行事を海峡青年会は欠席した。協会と青年会は、お互いを批判し合い、関係は、良好とは言えなかった。しかし、決して多くないムスリムは、両会の協力を望み、1978年、青年会は、 教会の参加となった。2009年、教会は、インドネシアのイスラーム組織、ナフダトゥルーラマーの台湾支部であり、中大インドネシア経済貿易代表どころと、教会の協力によって設立されたプシン台湾との綿密な協力を表明した。当時の教会の代表は、台湾に多くいる、インドネシア人労働者や留学生は、台湾のイスラームにおいて、非常に重要であると述べた。 中国海峡協会は、サウジアラビアのメッカに拠点を置く NGO のムスリム世界連盟に加盟しており、連盟から様々な支援を受けている。1980年には、元マレーシア首相のトゥンク・アブドゥル・ラーマンによるイスラーム組織ライザップの設立を支援し、現在も深い関係にある。2007年、中国海峡協会は前日のナフダトゥル・ラーマーに、 教育面での協力を申し出た。台湾で学ぶ財力がないインドネシアの若者に奨学金を付与するとし、逆にナフダトゥル・ーラマはインドネシアの台湾人女性ウラマーの育成に協力するとした。教会はまた中華人民共和国の中国イスラム教協会との交流を進めている。海峡協会は2005年イスラム教協会に中国本土へ招待され、 5月22日から31日の日程で理事補化代表団8名を送った。北京滞在中、代表団は国家宗教事務局と面会し、イスラム教教会と両国間の協力を協議した。また、イカ海賊自治区や監縮省などムスリムが多い地域を視察した。2010年にはイスラム教教会が台湾を訪問。海教教会の理事長がこれとお対した。 2014年10月に中国イスラム教協会は、ハラール食品に関する訪問団を台湾へ送った。中国海峡協会が運営しているモスクは、以下の通りである。なお、台北文化精神寺は中国海峡青年会が、大園精神寺は台湾ムスリム協会が、カレーン精神寺はナフダトゥルーラマーの台湾支部である。プシン台湾が運営している。ありがとうございます。